なぜ武井さんお酒を飲まないのですか、体のために飲まないのですか、たまには飲みますか、味嫌いですか。だお酒ぶっちゃけ全然嫌いじゃないです。飲みたいって思うことも本当にしょっちゅうあります。週に何度も後輩たち飯連れてってみんながお酒飲んで気持ちよさそうになってるの見たら、うわもういいなとか梅酒とか飲みてえなとか毎日のように思いますけど、なんで飲まないかは、まあ子供の頃にお酒を飲まないってノートに書いて決めたっていうこともあるんだけど、もうそれよりも今はやっぱタレントを仕事にしてるので、やっぱりお酒を飲んで羽目を外したりとか、お酒を飲むことで、まあ、自分の勉強だったりトレーニングだったりやっぱり成長していくっていう作業を阻害してしまう可能性があるっていうことが、やっぱり自分がタレントをする上でのポリシーとして良くないって思ってるので、だから酔っ払った時間で自分の体を動かすっていうことをなるべくしないように、芸能やってるうちは飲まないってもう決めてます。はい。お酒上のトラブルって多いじゃん。お酒飲んで喧嘩しちゃったりさ、例えばお酒飲んで女の子にねエッチなことしちゃったりさ、お酒飲んでそういうことしたのに覚えてないとかさ、よくわかんない人とお酒飲んで絡んじゃったとかさ、ね、夜の飲みの場とかさ、やっぱり安全なことばかりじゃないから、だからそういったところに、まあ、たくさんの番組作ってもらって、MC やらせてもらって、ゲストでもたくさん呼んでもらって、さらにスポンサーとかもついてもらって、コマーシャルもいただいて、大きいお給料もらって仕事させてもらってんのに、そんなリスクが明らかにあるだろうなと思われる行為をタレントとして選択するっていうことをしないって決めてるだけです。それはもうこういうお仕事させてもらってる上での僕なりの決意表明でもあるし、仕事のポリシー、スタンスなので、そこにやっぱり信頼を感じてくれて、武井さんは安全だっていうか安心できる、信頼できるって思ってもらってる方々にお仕事をもらってるから、それを裏切るようなことをなるべくしないっていうのが一番の大きな理由だと思います。